ビセに関しては、作戦もあったんですが、やっぱりパークに正直やられましたね。乗りこなしってところがすごく、大きな課題になりましたね。もう技やどうやっていう前に乗りこなせなかったのがでかかったなって自分は思いました。とにかくこけないポイントはものすごいでかいんで、こけないってだけではすごいポイント上がるんで、こけないことコンスタント、っていうところですね。強化合宿その翌週にあったんですけども、そこでもやっぱ技数のことは間違いなく、ありましたし、流れももちろんですけども、それ以上にコンスタントに出していけれるっていうのが大きいことですね、それはやっぱチャンピオンのライディング見ても、じゃああの人がなんだろう、世界初の技を3個も4個もやったのかというと、実はそうじゃないんですよ。ミドルって言うとあれですけど、やっぱり僕からすると彼のチャンピオンブランドン・ルーパスの技は知ってるからこそもっといけるだろうっていう感じはあったけど、でもそれをちょっと下げてでもやっぱり60秒間出し続けた彼のライディングは本物だなと思います。ちょうど先週強化合宿がありまして、ライバルでありながらもやっぱりこうチームジャパンっていう、なんかこう絆がすごい深まったって自分は思ってて、でそれは僕は昔から思ってた、前から思ったんですけど、みんなにもそういうのが芽生えて、僕もそれに引っ張られたし、そういう意味では本当に高めるいい仲間になったなっていう感じでも、だからで日本の大会に関してはやっぱお互い応援し合えますね。本気で自分もベスト尽くすけど、それと一緒にやっぱりみんなで応援し合う。決勝とかに走ってる中村選手とか僕とか、大西くんとか西くんとか、あの人たちが例えば会場行ってプンって全く喋らないみたいな、そんなことしてたらそのスポーツはそういうもんになっちゃうじゃないですか。要は僕らが作っちゃうと思うんですよ。で僕らがやっぱりイエーイって、よっしゃ中村選手よっしゃっていうところを見せてこそ、やっぱ下の子たちもあこういうスポーツなんだって思ってくれると思うんで、いい意味でいろんな見本を見せたいですね。特に日本だと、次来週からフランスが入るので、フランスは間違いなく意識しようと。でルールをやっぱり知るってことは、大体敗者の基準って大体準備不足、情報不足で、あと慢心していてとか、そういう理由が大体あるんで、やっぱ安心しず、かつ情報、要はベストランなんで予選と違うんですよ。どちらがいい方なんで、これは知っておかなければ走り方全然変わるんで、もうとにかく自分らしく、これこそはっていうものがあるんでやって、あとはもう経験してきたワールドカップなりの走りができたら一番最高ですね。